マックス・インメルマンマックス・インメルマンは第一次世界大戦初期のドイツのエースパイロット。インメルマンターンと呼ばれる空戦軌道を生み出したことで有名である。最終階級は注意。パイロットになり、フォッカータン容器で北フランス戦線で活躍した。パイロットとして初めてプールルメリット勲章を授けられた。これ以降、この勲章はブルーの色彩を帯び、 マックス・インメルマンが受賞したことからブルーマックスと呼ばれるようになる。1916年6月18日、インメルマンは戦死した。味方の対空砲火に当たったという説や、機銃のプロペラ同調機構が故障して、プロペラを壊したという説がある。イギリス軍は第25戦闘機中隊の GR マック・ビン少尉の操縦する会2ビット戦闘機が、 マックス・インメルマン機を撃墜したとして、勲章を授与している。マックス・インメルマンの撃墜数は15機から17機と言われている。第二次世界大戦後も伝統ある航空団の一つとして、ドイツ連邦共和国の空軍第51偵察航空団がインメルマンを継承して、彼の名声を受け継いでいる。ありがとうございます。